おはようございます。おはようございます。で今滋賀県は、大津港に来ております。今日これからぐるっと琵琶湖一周クルーズって合ってるんかな。で、はいはい、琵琶湖一周します。はい、あ、右やな、ね、右やな。それではツアーのご説明です。まず大津港を出港し9時半に出港して、浮島に10時50分に着いて、その後沖ノ白石を経由して竹島に12時50分で、竹島の後次は、竹生島に、13時50分に着きます。そして、白ひげ神社を巡って16時30分に琵琶湖大橋米プラザに到着。でそしてその後、大津港まで帰ってきます。あ、こっち、あ、こっちか。あ、こっちないな。こっちの大きい方かと思ってたさ。違うんだ。違うって言ってるよ。あ、こっちか。これは乗ったことあるね。高専ではミシガンは大きい通りで、あ、
見えた波が、あるか。この私が出る波、ちょっとだけ階段ができるちょうど今モンテキオ木島の奥のちょっとベージュっぽい建物が漁業会館で、誰が漁業会館で、あそこでエビ豆つくだ煮、あとはエビ豆コロッケもこちらで買えますのでお願いいたします。ニジマスとか売ってたよね。ああ、いいな、ニジマス。今この右の方に見えるのも茶色い建物、すごいのがのどかな感じのところだね。いいね、皆様完全着船まで、ね、おかけになってお待ちください。はい、沖島到着。漁船がいっぱいやん、ね。こっちの方には大きい船は入られへんのに。いや、入れるやろ。入れるんかな。前ここに泊まったもん。あ、そうなんや。うん、あっちなんか泊まらへんのだ。あれよりちっちゃい船やったん前。あれよりちょっと小さかったな。ちょっとちっちゃかった。ビワマスだっけ。ビワメわかんない。ロコとか売ってない。うどん。ちっちゃいエビが混じってる。美味しいな、美味しいよな、これ。あ、みんなどこ行った？みんなここから自由散策。神社とか。塩の香りがすごい。塩なんかあらへんわ。あ、そっか。これ何の香りだこれ。福津島人が見れた。鳥が、これまたすごい。うわ、これまたすごい。出てるし、
日本すごい、アメリカこっちは日本はあるね、すごい漁協の、そうやな、割と近いな、こうしてみたらそんなに、うん、5キロぐらいやろ、うん、さっき気がつかんかったけど、なんか金があるな、そこに。え？そこになんか金が。恋人美咲さんは知らんけど。あ、ちゃうわ。金のなる丘とか。金のなる丘、丘じゃないけどね。あ、なんか願い金って書いてある。時刻表、堀切漁港、堀切漁港ってあれかな、近江八幡なのかな。島から船に戻ってきました。前は漁港に泊まったんだね。10年ぐらい前は。あ、そうです。漁港で改装して。あの桟橋を買い張ったんですよ。これでもう狭くて、あ、入れへんよ。そうなんです。前の桟橋だとね、うん、短かったんで、あ、そうだ、幅がね、船も違ったもんね。そうです、そうです。この船も入ってたんですよ。あ、そうなんですか。はい、へえ。
しながら叩き合わせ南京金さんと言っている本屋とか本屋との元にあれかとかにかぼっちゃってる、うん、ナスウィンドウ伝統出しまったのはサワラの塩季節の間にエビ豆あゆの体の季節の間雨空が出てよかったですね。昼食さんがいらっしゃらなかったらちょっと残念ではあるんですが、御朱印書いていただけますので、ただちょっと昼食さんがついてるのかついてないのかが島についてみないとちょっとわからなくてですね、はい、ついてからのお楽しみという感じになってしまうんですが、はい、御朱印帳をお持ちの方はね、ぜひお待ちください。突き出ている四角い岩なんですけれども、自然災害でね、最近崩落してしまいまして、南妙法蓮華経と刻まれていたんですが、今もう経の字のね、この右の部分しかね、もう残ってないんですよね。出航時刻は1時20分でございます。お気をつけていってらっしゃいませ。感傷的に来た島でございます。足元にはくれぐれも散策しておいてくださいね。いらっしゃいませ。涼しいやん。足元は気をつけて散策いってらっしゃいませ。出航時刻1時20分とさせていただきます。いらっしゃいませ。竹島こちらは発電所検討地でございます。本日は港を浮かぶ歴史と信仰を持つは竹島にようこそおいでくださいました。まずは本堂正面でお参りをしていただき、順路を右へとお進みください。なお御朱印をご希望の方は本堂右手の事務所にお立ち寄りください。景色の多い島竹島と呼ばれております。古くから
航海の安全を祈願していたことがわかります。無論この島の団体同等を守る日本一の健康地を、こちらは今日これや一世少年は後に命綱にぶら下がりながら3年の歳月をかけて断崖絶壁の岩に、これや火山、これが深澤で、この岩の表面を散らかった岩の筒の色と崩れ落ちてしまったので、この写真などで大きな姿をお楽しみください。竹島、これ水戸、なんて読むの、剣東寺、分からん、うん、御神の、ね、あ、水きれい、なあ、水きれいやな、確かに。手を投げる、竜神排除がございますので、はい、
まあ、ちょっとの階段が上がれんかったら、コピラさんは行かれへんわ。あそこから鳥に向かって、皆さんには投げていただきます。意外と距離あるくらいに戻ってきますから、お忘れ物の対応にお願いします。配管、引き換え券と御朱印帳、あと貴重品必ずお持ちください。あ、危ない。で、配管、引き換え券今から持って降りていただきますが、降りられてすぐ階段上がったところが広間になってますので、そこで一度皆様お待ちください。まずはスタッフが走ってチケット引き換えに行ってまいりますので、階段の廊下広間のところでお待ちください。もういいかな。では出発時刻ですが、1時間後の2時50分でお出迎えいたします。10分前にはお船が戻ってくるかと思いますので、はい、それまでは旅行なんかでの時間を気にしております。お船の乗り換えの方が先ほど書いたこんなふうにお忘れよう。めっちゃ揺れてる。筑部島上陸です。そこになんか売店のようなお土産物屋さんとかある。ああ、そうそうそう、うん、もう一個奥の3階見ちゃうかな、多分1階なんかで、そっかなんかで来たんかな。こういうぐるっとじゃなくて、なんか彦根から来るやつ。ああ、そうそうそう、なんか遠足かなんかで。一旦ちょっとこちらの方では、はい。いや、落としてしまった。もう何してんの、どんくさいな。いや、もう嘘やろ。もうなんかやらかすな。ハラス、ハラス、もう一個かけるか。お金追加で払ったらかけるかな。あるんちゃうか。あるんや。そうそう。そう、名前の方割ってしまった。願い事の方は割れてない。また足痛なんな、これ。まあまあしんどいな、これ。構えんでもいいや。待ち構えて。構えて。これが方言寺っていうもの。知らん。御朱印です。まあ、上行きますか。行きますか。
ル投げるとこってどこ？まだ下やろ。下なんか。いや、どっから投げても。いや、そんなわけにいかへん。ここはビューな。いやいや、環境破壊やん。人間破壊ちゃうの。なんでなん。ひどいわ。破壊マン。皆さん、これひどいでしょ、もう。破壊マン。破壊マンとか、ひど。どう思いますか、これ。どうも思いません。口から生まれた口たら。私を封じることができる。これがここからも国宝かな。あれ？これはこれだけ。これ投げるのは、あっちじゃん。どこからどっちから行ってるの？これすごいな。これはすごいな。ミキパンさんと、なんか触れんようにこう囲ってあるね。ここ瓦投げ投げた瓦け投げるよ今から。前一回投げたな。これそういうこれ後で顔これ工程やり直す。とりあえずじゃあいくで。はい。あ全然ちゃうわ。あはいどうぞ。あーなるんやな。よしじゃあまあ2回もう1枚しか投げれんけど。はいはい。あ右やな。右やな。こっちが願い事のやつの。もっとこっち狙おうかな、うん、あんた右や。残念やな、うん、とりあえず一通りお参り終わったかな。土産物屋さんのところに、ね、熊手振りぐるっとぐるっと熊手振りのお船でございます。これまず情報を開始いたします。情報の開始は大島さん十分から注意ください。
方ではね、ちょっと重なりましたね。あ、サップ乗ってる方がね、手振ってくれてますね。はい、別名近江の五福島神社とも呼ばれている白髭さん、延命長寿のね、神様でございます。白髭さんなんかもね、呼ばれないんですけれども、
て、今回はぐるっと琵琶湖一周クルーズ、ぐるっと頭一周、なんでやねんまあでも天気、まあ晴れやったら多分暑かっただろうから、つまりちょうど良かったかもね。雨も止んだし、はい、はい、どうでしたか。いや 楽しかった、うん、どう楽しかったんや。普段はほら、普通にこう行けんとことか行けたり、あとやっぱ湖側からあの 白髭神社 の鳥居とか浮き見堂とか見れたり、まあ、やっぱあの琵琶湖の大きさとかも、なんていうのこう改めて、うん、あ、分かるような、まあそんな感じの、なかなか楽しいし有意義なクルーズやったかなと思います、はい、というわけで、はい、また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。